キャンプインをしてから第1クール、今日最終日になりましたけれども、はい、体の具合を含め仕上がり具合、そういったところどうでしょうか。一日一日その課題を消化できていってるなというか、まあ、少しずつ一歩ずつですけど、まあ、良くなってるなってなります。そうですか。そのフォームだったりとかそういった部分が何か本人の中でも固まってきているとか、何かそういった手応えはいかがですか。オフシーズンから、まあ、取り組んできたことを、まあ出せ、できるようになってきているので、まあ、そういうところの手応えというのはあります。そうですか。あのボールだと WBC 用に使ったりとか、そういったものはどうでしょうか。投げ分け的なところはされてるんですか。そう、あのずっとその WBC 球投げるんじゃなくて、まあ、たまに NPB 球投げたりして、あの、まあ、慣れないボールなんで、まあ、肩肘の負担もあると思うので、まあ、そういうところもうまくやってます。そして昨日あの京本選手にもちょっとお話聞けたんですけれども、あの村上選手にホームランを打たれた悔しさから、その日に大勢投手に電話をして自主トレを申し込んだというようになりましたけれども、はい、ちょっとそこら辺振り返っていただいていかがですか。そうです。あのトレーご飯とか一緒によく行ってたんですけど、そうなんですか。その時とかはやっぱり、その僕がたまにやってるトレーニングとか教えてたんですけど、やっぱついてこれなくてしんどくて、まあ、ちょっとビビってあの声かけてこなかったんですけど、はい、京本も打たれて悔しかったので、相当悔しくて多分僕に頼んできました。そこだったからこそ自分が野球に向き合い方変わりましたっていうふうに京本投手言ってましたよ。そうです。まあ 2ヶ月、まあ、オフシーズン2人でまあやってきたんですけど、まあその練習量とか練習したことっていうのは、まあ、なかなかプロ野球選手は評価されないんで、あの結果を出してからやっと評価されると思うんで、まあ、京本も悔しい思いしましたし、まあ、京本その気持ちとか、まあ 僕たち2人でその結果で見せていけたらいいなと思ってます。その中でも多分京本投手は申し訳ないなと思ったのは、車の運転免許がなくて大勢投手に送り迎えしてもらってまで申し訳ないですっていうふうに言ってましたよ。いやいや、もう行きなんですか、通る道だったんで、はい、全然僕は負担なく、まあ、僕も朝一人で運転するよりかは、まあ、京本がいた方が心強いというか、まあ、楽しんで、まあ、全然大丈夫でした。僕らこれからの活躍も楽しみですが、やはりこの週末というのもあって、ファンの皆さんも今菅野投手もサインされてましたけども、はい、当時いかがですか。いや、僕も菅野さんのサイン欲しいです、ね。はい、そうですか。はい、でもその中でもやっぱりファンの皆さんがいるというのが刺激になることもありますか。やっぱりあの見られてるっていうのはやっぱり本当に何ですかね、まあ、いい意味で手抜けないというか、見られてるっていうのを常に思いながら、どう見られてるかって考えながらやれるんで、まあ、本当に手を抜けないというか、なんで、そうですし、やっぱり声かけてもらえるんで、まあ、頑張ろうって思います。守護神として応援してますんで、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。